どうも。リンユ、バタバタしてて来られなかったんだ。すまない。新作なんだ。食べてみてくれないか。さあ、食べて。どうかな。まだ君の味には及ばないか。食べらん1位になったんだけどな。残りは後で食べてくれ。今日も暑いな。リンリーの結婚式に行ってきたんだ。涙も出ないのに泣きそうになっちゃって笑われたよ。立派に育ってくれて僕は肩の荷が下りたけど、なんだか ほら綺麗だろ。出会った頃の君にそっくりだ。ドレスもとてもよく似合っていて輝いていたよ。僕がウェディングケーキを作ったんだ。リンリーは喜んでくれたけど、君に作ってほしかったって思ったよ。覚えてる？君のケーキを食べてるリンリーだよ。二人で店を始めたばかりで大変だったけど、すごく幸せだった。でもコードマンになった僕とザ・ゼノンに参加することになって、そこで満足すればよかったのに。だけど僕は、もっと上へ賞金を手にして、君にもリンリーにももっともっといい暮らしをしてほしくて、夢を見て。リンユ、次の試合を決めたよ。勝ったらオーチャードになって店を出せるよ。これザ・ゼノンの公式バトルじゃないじゃない。大丈夫なの？大丈夫さ。お金をかけるわけじゃない。僕がエレメントをかけるだけだよ。え？平気だって。それに君となら負ける気がしない。
リンユはどうなるんですか。残念だがここまで損傷がひどいと脳神経の再生治療は今の技術では難しい。どうして僕がエレメントを失うだけで済むはずだったのに。彼女はとても特殊な事例だ。そして君も特別なコードなんだ。君さえよければ協力してほしいことがある。ビーホルダーとして悪いようにはしない。見返りは十分なものを提示する。わかった。のがいい。あ、そうか、そうだよな。でもパパのケーキも美味しいよ。まさかコードマンと僕に娘ができるなんてね。どんなコードマンだってそんな展開予測できないよ。それから懸命に努力して。君が夢見た生活ではないかもしれないけど、やれることはやったつもりだ。さ、そろそろ行くよ。リンリーが新婚旅行から帰ってくるんだ。お土産があるらしい。ああ、そうだ。再生治療を受けられることになったよ。こんなに待たせてしまって、本当にすまなかった。治ったらまたケーキを作ってやってほしい。
行ったのかな。冷蔵庫に入れてくるね。パパ、ちゃんと私の誕生日覚えててくれたんだ。今年もパパのケーキでお祝いね。パパ、早く帰ってこないかな。新婚旅行の話、いっぱいしてあげようと。Whenever you need me, I will take your hand. Don't look back, live your life. You can chase your dream. That lifestyle is shining. We can do what better when we were together. Wake up, the world is breaking. Wake up, let's keep this world. Listen, my heart is crying. Don't be afraid to fight. I promise I will bring you perfect wings to fly, and I will take you into the Milky Way. Wake up, the world is breaking. Wake up, fight for this world. Zenon Zard.あなたと私は運命共同体。フラッシュ、キレイ。これがザ・ゼノン。行け、アラバスタ召喚。 AI カードだ、ゼノンザード。